スネークでクリアをコンティニューしないでするっていうマスだけ1個空いてたんで始めていきたいです。 5.0 以上でクリアしないといけないんで、まあ、5.0 から始めたらコンティニューしたくなっちゃうんで、まあ、スネーク、そうやな、使い方全然わからんかなっていうのがあるからな。行きましょう。おお、そんな簡単に倒すの。あ、ジャンプがあれだったんだ、なんか。5.0 以上っていうか、5.0 ちょうどがいいと思うんですよね。あんまり強くなりすぎても困るっていうのがあるんで、どういう風に行くんでしょうか。コンティニューなら結局ボスが一番難しいと思うんですよ、多分。こう B ボタン、B ボタン何?下 B は何?強すぎて僕がちょっとあれです。ああやって持つんやん、あのあれ全部あれあれやん、俺やん。装備あれば憂いなし。装備がある人たちがいるんですか。あれ、でかしたって、あ、分かった。初めて分かった、俺。あのね、キングクルールとかでさ、投げ下をさっきしてなかったなと思った。さっきの動画はキングクルールなんですけど、の投げ、こう、下を埋めて、ボーンってできるんですよ、キングクルール。あの、上強か。これ今のスマやけど、上強できる。ピーンってなった、なんか。なんて。あかんあかん、ほんの高くなった。で、そういうのってスネークやとクーンって寝かすのって結局埋めてるのと同じってことなのかな。絵的に同じっていうだけで。ちなみにこの B ボタンを貯めてるとどうなるの、これ、これは操作できるの。ああ、すごい曲がる。みかんさんがやってたの知ってるんですよ、僕。ちょっとナイスプレーすぎてやばいな。ちょっと早く 5.0 いってもね、ボスやね、問題はボスやね。強っ、スネーク。ロボットも強いけどな、これすごい卑怯じゃない、この技。うわ、すげえ。あれ、2個も貯められるやん。何個貯められる、あれ。あれ、スローモーションになるのかっこいいしな。あんなんか勢いなくして結局追いつかんかな、普通のゲームやとか他のキャラやったら追いつかんかなっていうところまで、すごいこれ追いつくよ、これ。ほら、例えばピットの弓矢やったらもう絶対無理な角度からも追いつくよ。いったんか。あ、やばい、ちょっとやられてもらった。もう危なかったのかな。よし、ちょうどいい。何次？ボスか、これボス、スネーク、え、ちゃうな。2個出せるんや、これ。へえ。ちょ待て。お、当たるか、あの上まで。あかん、出そうだ、あかん。やめなさい。後ろ何すねてか。ちょっと衝撃であんな飛ぶの、あれ、ドルフィンゴ。よっしゃ。ドルフィン号っていうか、あれ、ものにし、ピクミンのロケットね。
途中すごいダサいとこ見せちゃったんです。これ無敵で倒せる系、ちゃんとこう防御しながら行こう。初めて、まあできるな、これ。なんかいつも突っ込んでたけどさ、さっきの、何してんの。おちゃんと防御できるんや、この車じゃねえわ、ボス。ゼロってやる気出せば頑張れるな俺。上スマって一回当たり反対あるのかっこいいな。思ったより簡単にできました。そして音楽まで出ました。ありがとうございます。音楽までじゃなくて音楽が出たのか。チケットはまあもう勝ち上がりなんとせんやろ。前ももうせんやろ。あ、するわ。新しいキャラ出たら。あれ、後ろの写真やばいな。さて、また繰り上げた1ページ。1ページの時に何もらったんやろ、今。ちょっと後で VAR したいんですけれども。さて、この動画は、それだけが目的じゃなくて、全スマ知識をクリアしていくっていう目的もありまして、メタリドリー、
これ持ってないんか。所持数って書いてないの。あれなんでやろう。かっこいい。すぐに回復するね、ここのショップって。金ならあるんだよね、僕は。あ、所持数1って書いてある。0って書いてくれてないから分からなかったんですけどってことで。てってってれてーだ。何って、何って出た今。ってことで、もういいか。これね、オールサポーター。すべてのスピリッツボードをすべてサポーターに入れ替える。そんなの使ったことないかもしれない、あんまり。間違えて押して使ったとか、使ってみたぐらいしかないですよね。なんとかしてみたみたいな感じでね。で、ここのショップも見ていきたいと思う。商店か。ここはもうほとんどもう一緒やね。ずーっと一緒ですわ。スピリッツポイントが欲しいなって思いますね。やっぱり2周目やっていくっていう話にずっと毎回なって申し訳ない。2周目ちょっとだけやってこの動画終わろうかな。もうカードの上に所持数書いといてくれてもいいよ。別れってか別れようってこと、分かんないといけないですよね、僕が。そこはさっきさ、スピリッツボード見てなかった。もう特にいないんで、アドベンチャーやっていきましょう。8分。あと8分だけやっていきましょう。そして、ここで喋ることないんで、喋らんかったらごめんなさい。あ、そうや。これね。あ、喋ることあったわ。これ満タンにしたらどうなるやろって。一個次の動画にしようかな。分かった。次の動画にしますよ、それは。
ってみよう。Ready?